こんばんは、岡田投手用の機動戦士ガンダムコーーです。今回はですね、第16話セーラー出撃のですね、3回目ですね。やっとセーラー出撃今回で終わります。前回までのアクションパートを軽くおさらいすると、まあ、ランバラールは、機種を成功させて、あの、セーラーが乗ったガンダムを追い詰めたんですけども、駆けつけたガンキャノンとガンダムが反撃を受けて、ザックを失い、まあ、撤退を余儀なくされてしまった。まあ、そういう展開になりますね。で、まあ、こう聞くとですね、 あんなに余裕を持って初登場の時にかっこよく出てきたランバラールって実はね、大したことないというような気がするんですけども、ただそのアクションパートの終わりにさりげなく入ってくるそのハモン、ランバラールの愛人ですね、と副官のクランプとの間です、ね、会話にですね、そのラルタイが負けた本当の理由っていうのが語られます。あの、この一連のセリフっていうのをこう、 解釈していくと、このラル隊が置かれていたですね、13話、再会母親からですね、15話、時間へ止泊まれまでの間、ホワイトベース、アムロレイしか見てなかった間にですね、実は何があったのかっていうのがですね、まあ、よくわかると思います。で、これを理解すると、ランバラルの名台詞のですね、私はゲリラ屋だとかですね、あと、この風、この肌触りこそ戦争よといった渋いセリフが まあちょっと意味が変わって見えてくるんでですね。今回も無料の終わりで追加の解説しようと思います。それでは、機動戦士ガンダム第16話、セーラ出撃のですね、3回目の解説、スタートです。えー、では、機動戦士ガンダムコーダー第3回、えー、セーラ出撃ですね。えー、まあようやっとこの16話、第のセーラ出撃第3回で終われると思います。えー、ランバラルがですね、えな、ー、んだろう、始めたこの戦闘ですね。しかし、コズンが、 ガンダムを持って帰ろうですね。捕まえて持って帰ろうと固執したばかりに、戦闘はですね、思いもかけぬほど長引いてしまいます。そうこうしているうちにアコースっていうですね、三人目の、2人目だ、二人目の部下の乗っているザックがやられてしまったと。もともとモビルスーツは3対3で同数だったのがですね、えー、自分のところが1人やられて不利になったので、あ、これも仕切り直しだという。 最初、圧倒的有利の位置で始めた戦争が、戦闘が不利になったので、ランバラールは撤退を決意します。えー、コズン下がれ、アコースがやられたって言うと、アコースがあってコズンが驚きます。ですね。で、アコースがやられたのでありますかって言ってる最中のですね、コズンは、もうあの、ガンダムを捕獲してですね、これあの、腰の位置からですね、なんか、パーツをもぎ取ってるところですね。おそらく、 まあ、エンジン関係の部品で、かなり重要な部品だと思うんですけど、この後ガンダムも全然動けなくなりますから。あの、もう本当にガンダムをばらしてる最中だったんですね。で、えー、コズムはですね、ガンダムの分解に夢中になったので、戦闘に参加できなかった。ので、この3対3の有利が崩れてしまったんですね。ガルマの敵打ちのはずだったのに、えー、ガンダム捕獲っていうですね、まあ、捕獲ではないです、ね。正確には軍隊用語で露格と言います。 敵の武器をそのまま奪って持って帰っちゃうことは露覚っていうんですけどこういう露角っていうですね、なんかこう、いらないことを考えてしまったばっかりに自分たちがどんどん不利になってしまいます。で、ランバラウがそこから離れろって言ったんですけどもですね、あの、アコース、コズンのザクが、じゃあもうこっから逃げようかと思った時にですね、 えー、アムロが乗っているガンキャノンが目の前に、本当に目の前にヌッと立っていて、で、アムロがウォーって言って、ガンキャノンの右手がぐーっと握り拳になったかと思うとですね、多分今回、スタッフの悪ノリだと思うんですけども、ウエスタンラリアートってプロレスの技があるんですけども、<laughs> ウエスタンラリアートでですね、あのコ、ー、ズのですね、ザクの頭をガーンと殴るんですね。で、空中で、 コズンのザックがぐるっと回るぐらいの衝撃ですよ。本当にウエスタン・ラリアってゴーンとやられたらプロレスみたいに空中で体が反転して上下反対になった瞬間にですね、今度はガンダムのですね、足払いがですね、ザックの頭をゴーンともう一回蹴るんですね。もうすごい衝撃です。えー、コズンこんな感じでやられます。だから、なんでしょうね。 あの、ウェスタンラリアートでやられた後、体落としをかけられたような感じですね。足払いで倒すんですから。というですね、連続技でやられたもんで,ですね、コズンさん。まあ、これは明らかにこう死んだような感じで、まだ生きてるんですけども。で、コズンこのまま気絶してしまいます。で、えっと、アコースのザクに続いてコズンのザク、2機のザクを失ってですね、ランバラールの作戦は完全に失敗します。なので、一人で引き上げます。え、モン聞こえるからギャロップをよこせ合流するっていうことで、 えー、ランバラールはですね、ここから引き上げます。で、場面が戻ってですね、さっきと同じく戦闘ブリッジの中のですね、えー、ハモンとクランプの会話です。えー、クランプ、グフはキャッチできましたかっていうふうにハモンさんが聞くと、クランプは、は、50秒で接触しますと。ハモンが、アコースとコズンがやられたらしい、引き上げるのもやむを得ないでしょう。っていうふうに冷静に言います。もうさらっと語ります。 感情を全然見せないんですね。で、ランバラルにはですね、このクランプという副官ですね、この部下、結構黙って従ってるんですけど、ハモンにはですね、珍しく感情を見せます。ですね。結構感情的になっちゃうんですよ。しかし、不愉快であります。ハモン様。っていうふうに、クランプが言います。そうするとハモンが、なぜって答えます。いや、気持ちはわかるはずなんですよ。だって、 あのー、勝てるはずの戦いで、こちらが最初に布陣したのに、自分たちのザックを2機も失って、ランバラールだけは逃げて帰ってくるっていうのは、かなり悔しい状況なんですね。それに対してクランプが、不愉快であります。ハモンという不愉快って、悔しいじゃなくて、不愉快という。そうするとハモンもそれに対して、わざわざなぜって言って説明させると。クランプが、せっかくの心臓戦火のザンジバル、なぜあれをっていうに言います。 全然関係ない話を始めるんですね。ハモンは、まだテスト中のものを実践に投入できますかそれにランバラルるたなら、この戦力で木馬もモビルスーツも倒せると思ってるのでしょうドズル中将は。っていうふうに答えます。クランプは、しかし不愉快です。あくまでこだわります。ハモンが、マクベ様の協力がなければ苦戦を強いられますね。っていうふうに話をすっと外すんですね。この一連のセリフですね。あの、僕、すごい上手いと思うんですけども、状況を説明すると、 あの、元々ジオンの脅威の時にランバラール隊が初めて出てきたんですね。で、その時には大気圏を突入してそのまま戦闘できるっていうですね、ジオンの最新型の戦艦ザンジバルというのが出てきたわけです。このザン、その最新型の戦艦に乗ってきたから、これで仇打ちできるはずだったんですね。ところがその、おまけにその心臓の全く新しい新型のモイルスーツグフとザックが2機あると。いうことでですね、あの、新型戦艦、 ホワイトベースとガンダム、ガンキャノン、ガンタンク。これがホワイトベースの戦力です。それに対して、えー、ランバラールたちは心臓戦艦ザンジバルと、で、えー、新型モビルスーツグフとザク2機と。戦力的にこれで同等なんですよ。ということは、歴戦の勇者のあの、ランバラールが有利だと。ここでやっと有利になるんですね。ところが、後にわかるんですけども、その一番大事なザンジバルをですね、マクベが 地球から逃げるときに使ってるんです。つまり取り上げられちゃったわけですね。で、わざわざですね、ドズル中将からわざわざもらったというふうに言ってるんですからですね、ドズル中将からもらったものをですね、マクベ程度の、あの、所詮大佐ですから、ものが取り上げることはできない。つまり、ドズル中将が OK したということなんですね。おそらくマクベがキシリアにザンジバルくださいと言って、キシリアがお姉ちゃんの方が弟の方のドズルに ちょっとあれ上げてというふうに言って、ドズルの方が、まあ仕方がない姉貴がそう,いうふうに言うんだったらと。俺は、あの、仇打ちのためにあの心臓戦艦やったのに。で、宇宙艦隊司令ですから艦隊の運用権。つまり、どの船に誰が乗るのかっていうのを任されてるのは実はドズルただ一人なんですね。それを曲げてまで姉の方に言われたから仕方なく従ったと。なので、ドズルにしても本意ではない。これはもう本当に、 家庭の事情というよりは、ジオン本国内の政治的な事情でしょう。で、それによって、ランバラル隊が本来持っていた戦艦を取り上げられて、なんか貧乏さいエアカーみたいな、でっかいやつで戦わなきゃいけないのも、これも政治に巻き込まれたからなんですね。だから、この段階でその、ランバラル隊にはですね、一番最初にジオンの脅威で地球に降りてきた時に、 俺たち仇打ちするぜ。いつでも勝てるぜ。今日は様子見だから、まあ今日はこの辺で帰ってやるかなと思っていた余裕がですね、実はもうないわけです、ね。戦力的にはおそらく3分の1、4分の1ぐらいになっちゃってるわけです。肝心な目の戦艦がないですから。で、その、後にですね、ランバラルが、えー、俺たちはゲリラ屋だとか、あの、この風を顔に受けてる方が俺に似合ってるとかっていうふうに言うんですよ。 で、そういうのを見てですね、その、やっぱ中学生とか高校生のファンは、やっぱかっこいいとかって思うんですけども、あれ完全に負け惜しみなわけですね。あの、もう、これあの、逆境ですでに最初持っていた勝ち目がないと。で、プロの軍人ですから勝ち目がない戦いなんかしたくないんですけども、 そこはもう可能性にかけて部下を励ますしかないと。部下を励ますしかないから、俺はやっぱりこの方が似合ってる。俺たちの戦争のやり方はこういうゲリラ絵だよなっていうふうに自分を含めて部下を一生懸命盛り上げようとしてるランバラルの心が中学生や高校生のファンには伝わらないんですよ。<laughs> あ、ランバラルはそうなんだ、かっこいいなって思っちゃうんですけども、そんなはずないんですよ。心臓戦艦取り上げられたら勝てるものが勝てないんですよね。